こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、ソド仮面ライダーセイバーブック1ブレイズライオン戦記です。はい、先日ね、先行ゲットしたこちらの仮面ライダーセイバー組み立てましたが、もう塗装も、動きも完璧でですね、完全に再現されてますね。はい、そしてこちら2号ライダーのブレイズ、まあ、こちらもね、動きも塗装の方もかなり気合が入っているんじゃないかと思われますね。はい、まあ、今回のラインナップとしては、セイバーとブレイズだけが、セイバーの方からね出てまして、あとの他のラインナップは01の方から3キャラありますね。はい、まあ、今回のラインナップとしてはこの1号ライダー2号ライダーの基本フォームだけなんですけども、まあ、今後はね、他のワンダーライドブックを使ったフォームの、まあ、ドラゴンジャックンとかライオンファンタジスタとかがね、左腕の部分にね、つくというのがね、出ると思うんで、そちらも楽しみにしたいと思いますが、まずはね、この基本フォームのライオン戦記の方を組み立てていきたいと思います。はい、それでは開封したいと思います。はい、ということでセット内容はこのようになっております。はい、A セットはボディですね、まあ、成型色黒で、もう全体にね、こう塗装が施されてますね。この塗装はすごいですね。この足も成型色黒なんですけど、これもね、この足の裏以外は青で塗装されてますね。はい、このあたりも細かく色分けされてまして、この胸のライオンもね、これも多分成型色黒の上に塗装して青が入ってるんだと思いますね。この下側にもね、こう隙間から見えますけども、塗装が入っていて、仕上がりがものすごくいいですね。はい、そしてシールはこんだけですね。ライオンの目とベルトの部分と、あとは足ですかね。はい、このようになってます。そしてガムが1個ついております。はい、そして B セットの方はいっぱいありまして、スタンドと台座、右腕、左腕、頭部、ベルトにこのように前だれがついてますね。背中の方に垂れているマフラー、後ろはまあこのように接続して、裏側が青く塗装されてますね。これ前から見るとね、この裏側が見えるということで、多分こっち側も青だと思うんですけども、はい、裏側が塗装されてますね。はい、そして水星拳流れ、それもね、造形が細かいですね。そして肩アーマーと平手のハンドパーツ、はい、こちらもシールが少なめですね。そしてガムが1個ついております。はい、ということでね、01の時もシールはね、まあ、多めだったり少なめだったりはありましたが、今回のセイバーになってからはもうかなり減りましたね。もう塗装の方がね、かなり気合が入っているということなんで、それではシール貼り組み立てやっていきたいと思います。
はい、ということで仮面ライダーブレイズライオン戦記完成いたしました。はい、こちらもねセイバーと同じく塗装がねしっかりと入ってまして、プラスアルファシールをね足すことで完璧なデザインになりますね。はい、まあ、やっぱねこの目の部分とかはこうホイールシールで、メタリックなこう反射がねするので、このあたりはシールがねかなり効いてると思いますね。そしてこの角部分のシルバー塗装はね、ここはシールよりも塗装がねいいかなと思いますね。でこの中のデザインはシールで補っておりますけども、はい、角の形はセイバーと同じですね。この赤と青の取り合わせがねかなりこの対極的な、まあ、バトルスタイルもそうですけども、まあ、トーマよりもリンタロウの方がね若干落ち着いているような、まあ、戦いにも慣れているので落ち着いているバトルスタイルがねあるかなと思いますけども、はい、なのでディスプレイする際はこのようにねこのセイバーは動きがあるような形で、ディスプレイして、ブレイズの方はこっちのパッケージの方のねこう落ち着きのある、ポーズをねするといいと思いますね。まあ、こっちのね動きのある方もかっこいいんですけども、僕としてはこのリンタロウの性格とねブレイズのバトルスタイルを考えるとこのように並べてね、そして後ろにですねワンダーライドブックも置いてですね、劇中ではねこのワンダーライドブックがこう後ろにこうドスンと来るともうちょっとね大きめな感じで入ってるので、なのでこのぐらい高さを出してですねこの辺りで置いてですねで飾ってみたいなと思いますね。はい、まあ、あとはこのバックにあの本棚をねあの感じをね、まあ、劇中の画像をコピーしてね後ろに配置してもいいですし、まあ、あんな感じの、まあ、本棚の背景をですね後ろに置いて、でワンダーライドブックをその間に置いてディスプレイするとめちゃめちゃかっこいいんじゃないかと思いますね。はい、ということで今回は双胴仮面ライダーセイバーブック1ブレイズライオン戦記を組み立てました。はい、今回もね、はい、セイバーに続きですねめちゃめちゃ完成された双胴となっておりましたね。まあ、その都度ねこう進化を遂げてる双胴なんでね、また、次の段もね、まあ、3番目に出てきたバスターもねあの怒号剣激怒がめちゃめちゃでかい剣なので、その辺もどのぐらいのサイズになるのかっていうのがねとても楽しみですね。まあ、あとは多分このセイバーとブレイズがワンダーライドブックを追加でね2冊で変身する、まあ、ジャックンとドマメノキと、ピーターファンタジスタのね、この変身したそちらの姿もねまた次の段ぐらいで出てくるんじゃないかと思うので、こちらもまた楽しみですね。まあ、ディスプレイに関してはね今回からはねこのように上につなげることができるので、その辺もまたね新しいディスプレイの形が生まれるんじゃないかと思いますね。まあ、今回はセイバーの方からねこの2つだけなんでちょっと寂しいかなとは思うんですけども、はい、まあ、今回のラインナップはねまた僕も全部買っていますので、まあ、次回はこちらの01ヘルライジングホッパー、こちらをね組み立てていきたいと思います。これね映画に登場するライダーなのでまだ何も情報がねわからないということで、まあ、でも形的にはシャイニングアサルトホッパーのね形と同じなのでね、その辺と比較をしてみたいと思います。はい、ということで以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。